しっしゃい。おい。バリンちゃん先生の工作タイム。やーはい、皆さん、こんにちは。はい、早いもので、もう3月ですね。3月になったというのにクソ寒いやん。ほんまに、いつあったかくなんねん、もう。ほんまにね。こんなクソ寒い感じでもね、春は一歩一歩近づいて、来ておりますけれども、はい。で、もうすぐひな祭りですね。で、この前から折り紙でひな人形、作っておりますが、ちょっとね、ちゃんと飾ってみたら、やはりちょっとね、少し寂しげな感じやったんで、今日はですね、今から折り紙で、を使って、七重餅を、作っていこうかなと思います。はい。でね、ちょっと、これね、あらかじめ2つ、ちょっと先に折っといたんですけど、こんな形にね、折っていきますが、まあ、材料としてはですね、ひし餅ですので、ピンクと白と緑ですね、この3色を使います。で、下の土台の部分に黒の折り紙を使って作っていきたいと思います。はい。まあね、こんな感じになるんですけれども、じゃあ早速ですがね、緑のやつで取り方を説明していきたいと思います。めっちゃ簡単なので、もう最後の工程までね、ちょっと一本で取っていこうかなと思います。はい、それではですね、じゃあまずひし餅の、折り方ですね、これをやっていきたいと思います。ちょっと待ってよ。で、最後につなげていかなあかんので、セロテープとか、セロテープでも糊でも何でもいいけど、なんか貼れるもんがあったらいいでしょう。で、大きさは好きな大きさでいいです。今日はちょっとね、普通サイズの一般的な15センチ四方の折り紙を使っていこうかなと思います。はい、それでは、まず折り紙の白い方を中側にして、なので、この緑色のついた方が表になるように、まず三角に、こうですね、三角に折り線ですね、折り筋を、つけていきます。はい、ここでの、ポイントですけど、ちょっと待ってよ、できる？ちょっとこれちゃんと角揃えないと仕上がりがね、汚くなってしまいますのでね、ここではちょっとね、ちゃんとこの角を揃えて持ってください。こんな感じで、で、こっちのもう一方の方にもね、同じように折り筋を、斜めにつけていきます。よいしょ、こんな感じだな。はい、はい、折り筋がついたら、はい、開くと、今このような感じにね、折り筋がついておるかと思います。そしたら次は、今度は、この角ですね。と、こっちの角を、この真ん中の中心の点に合わさるような感じで、これもまた、折り筋ですね。折り筋を、ここやな、つけていきます。ここでちょっとあんまり顔を近づけるとちょっと入っちゃうから、この辺でいいか。そんな感じだな。はい、で一旦開きます。で、そしたら今こんな感じに、ちょっと分かりづらいかな、折り筋がついたと思います。そしたら次ですけれども、ここの辺を折っていくんですけれども、ここのこの点の部分がここの、線にかかるような感じで折るんですね。なので、ちょっと斜めに折らなあかんのでね、こんな感じにして、よいしょ、こっから、はい、こんな感じですね。
ここの頂点がここにの折り筋に合わさるような感じで、斜めに折ります。はい、そしたらこっち側の反対側の方はもうこれは素直に右側と同じように、ここから斜めにちょっとこう折る感じですね。はい、今こんな感じだな。で反対側の方もこっちの反対側の点も今と同じように折っていきます。なのでちょっとこの辺からちょっと合わせてちょっと待って、そうこんな感じだな。ここでいいか、よし、ここでいいかな。はい、でこの最後のこの4箇所目も、同じように、よいしょ、開いた、ちょっと手が痛い、こんな感じ。はいですね。でこれで裏返せば一種持ちの緑の部分の完成です。で、先ほど、あらかじめ作っておいた、ピンクと白と、あとでちょっと組み合わせていきますのでね。それで先に、土台をちょっと作っていきましょう。で先に、このひしもちをの土台を、作っていきます。で黒色の折り紙を1枚用意します。はい、そしたらですね、まずこれをですね三角に、折ります。三角に、待ってよ、三角に、よいしょ、折り筋をつけます。はい、そしたら一旦開いて、こんな感じで真ん中に折り筋がついていると思います。そしたらここの辺とここの辺を中心のこの折り筋に合わせるような感じで、折ります。こんな感じだな。反対側も同じような感じですね。こんな感じかな。しっきってるか。はい、こんな感じ。はい、今こんな感じになりましたね。そしたら、ここの、三角の部分を、折り上げます。よし。はい、で、これで裏返せば、この土台の部分の完成です。で、これを、連結して、ひし持ちに、していきます。はい、そしたらですね、ちょっと待ってや、まずこの持ちの方を、組み合わせていきましょうかね。で順番としてはピンク、白、緑の順ですね。こうこんな感じで重なり合うような感じでいいのかなと。こんな感じだから、ここでこんな感じになったらいいわけやから、はい、そしたらまずはですね、じゃあこことここで合わせたいか。でセロテープでここね留めていきますね。まずは一発目、緑を、よし、白ピンクがこの上にこう重なるから、
こんな感じで、ちょっと待って、緑がなんか、ちょっと待って、緑がずれとるわ、ちょっと待って、や。緑がなんかずれてる。取れるか、これ。緑がちょっとずれちゃったな。取れるかな。よし、ちょっと待ってや。緑がずれちゃった。取れた。ちょっと待って。緑がちょっとずれちゃった。この辺か。そんな感じかな。ちょっとな、こうやから。そんな感じやな。よし、これでよし。よし、こんな感じやな。で、この最後にこの黒い土台を、ちょっとこう塗りゃいい感じだから、こう塗りゃいい感じだから、ここでこの辺でこんな感じか。よし、はい、こんな感じかな。じゃーん。はい。これで、ひしもちの完成です。こんな感じですね。はい。はい、こんな感じです。はい。まあね、これ簡単ですのでね、はい、皆さんもね、ぜひ試してみてください。こうちょっと工夫すれば立ってることもねできますので、この黒い部分は色画用紙とかちょっと分厚めな紙で作ってもいいのかなと思います。はい、まあこんな感じですね。はい、それではね、これね一緒に飾っておきたいと思います。じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。あ、いい感じやな、こうやってみたらね。はい、質もついでした。